俺ねいい課題出したと思った<ー>あのいい課題出したと思ったつまりねなんかね、はい、あのね人間ねこの課題が意外とね扱えないんだよね、うん、扱えないというか。 あの素材の扱い方で失敗してる人が多くてそれをねなんかね添削する側というかこれを使って講義する側にとってはむしろねすごいうまいものが送られてくるよりもんなんかこうあ,あここ直せばすごいよくなるなっていう欠点がはっきりしたものの方が実はね助かるんですよこっちの僕の都合だけしゃべりますよあのでもねでも聞いてかさあの聞いてる人はそっちの方でも絶対勉強になると思う、うん、だって上手い人のやつ見てもさあすごいな俺もこういうの書きたいなと思って終わりじゃんさなんかさ、うん なんかででどこで引っかかってるかっていうとねまずね、まあ、あ,のひあのね一つはねみんなね説明しちゃうんだよ自分の知ってるマイナーな業界についてっていうか一般には知られてない業界についてまあわかるよね俺もさ出版業界の仕組みとかさちょっとワイドショーの裏側とか普通に説明しちゃうもん。うん、れで結構さ珍珍しいゃ なんかメディアって結構さい,いろんな人に知らお客さんいっぱいいるけど関わってる人は少ない業界だからなんかは受けがいいんだよね裏話とかするとだからなんかこうなんか手っ取り早くなんか面白い話をしたい時にやはりさメディアの世界のさ裏話僕するんだよねだからなんか僕自身も結構無意識にやっちゃってるなと思うんだけどねあのねそこで単に説明してもねいや なんかそもそもなんかすごいキー局と地方局では仕組みが違ってとかね出版には取り付いて制度があってってことを単に説明してもさへえって感じじゃん,、うん。そこに何か自分が体験したあの自,分が自分の固有の体験がそこに何かあの組み合わさって自分がそこでなんかさどんな知見を得たかとかね何を考えたかどんな感じの寄せぶられ方をしたかとかどんな世界の真実をそこに発見してみたところがないとあなたの表現にならないんですよ。 あのね、勝手に業界を代表して自分の珍しい業界を解説にして満足して終わってる人がいる。だからそもそもこれが何の講座か考えてほしいの,、はい、あの。だからこの講座っていうのはやはりなん,かこうなんかこう自分がねなんかあ,のやっぱある種のなんかさ自己表現をするための講座なんだよね。でそのことがやっぱり世界を豊かにするだろうっていうね。 あのあのタイムラインのクソリプとかねフェイスブックの自慢とかではなくてツイッターのクソリプとかサフェイスブックの自慢とかではなくてねなんかあ人間一人一人のこういうの体験っていうのをちゃんと優れた文章として発信することが世界を豊かにするんだっていうそう思ってやってるわけだしなんかやっぱり書いてる人たちもやっぱり充実に自分の内面も連綻されていくしね、うん、なしっかり内省をすることにもなるし何かこうあの自分のいろんな,なんかモヤモヤしたものを整理できるしいいことだろうと思ってやってるわけなんだけどさ単にさなんか 何かさ,なんかさいやこ,こういう人はさすがにいなかったけど鉄鋼業界の状況とかをさやってもさ東洋経済読むよみたいな話なんだよ。だ <laughs> かねそういうね東洋経済的な、ね、ものを書いちゃってるわけね。なんかねそれはなんかこうさあなたがなんかね なんか産業ジャーナリストに転職して書くんだったら意味あるかもしれないけどなんかこの講座の趣旨が分かってない分かってないというかね多分ね分かってないんじゃなくて趣旨分かってんだけどいざ書くっていう時になんかこうんだよねいや俺も言ったじゃん,なん,かさなんか嫌いだから行かないんだけど飲み会とかでさ手っ取り早くなんかねあのその場にとって駅のある話題をしようと思ったら僕はやっぱりメディアの世界の裏話するんですよ。でそういうねやっぱ楽をしちゃってんだよね楽しちゃダメです。 いで、ね、で勉強になりませんからということですでこれが1つあともう一つはねこれはねあの書いてる人の問題じゃなくて日本の問題なんだと日本社会の問題なんだと思うんだけどあのねルサンチマンを発散する人が多いっていうか <laughs> あのねこのクソ業界みたいなことの憤りがもう多分あの。 文章表現とかをもう横に置いて発散する対象として書かれてる人が結構いて、はい、あの気持ちは分かるんだけどこれも勉強にならないからやりましょう,あのこのこうあの皆さんやっぱり月謝払ってるわけなんで講義の目的を忘れないようにしましょうね、はい、なんかね。 いやなんかまあでも分かんないなんかでもでもそろばん塾に行ってそろばん塾でできた友達と仲良くなってそれが一生の思い出みたいな人もいるからないるけどでもなんかここでなんかさ鉄鋼業界の構造とかを解説するとかさあのクソ上司死ねみたいなこと書くことではさすがにそういう行為はないと思うんだよね <laughs> まあまあそういうことですまあはい <laughs> まあなのでちょっとそういうことも踏まえながらねちょっと行きたいなというふうに思いますはい <laughs> えーっとねこれね田中さん あのね、文章はねすごいちゃんとしています。で、でもただ物足りないんですよ。で、何が物足りないかっていうと、なんかね、まあ、この文章ですよがさ、なんかこうシステム化されない余剰の部分にこそ本質が宿るっていうことを述べてるわけね。だから僕ら何かさ、なんかさエンジニアの世界っていうのはすごいさ、まさに今日の前半のね理論講座の言うとしなんか指示表出だけの世界だと思ったわけね。 そうじゃないんだと。でエンジニアみたいな仕事だからこそなんかプロジェクト相対をスムーズにいくためにはねその,あの自己表出の部分がね何かこう文脈の部分がすごい大事なんだとだから結構人間力みたいなのが大事なんだよみたいなことを言っていて俺その通りだなと思うんだけどあのねこの文章が指示内容しかないんだよね。<laughs> もうそこに尽きるんですよ。あのなんかねなんか IT のね っていうかね、これねすすあともう一つ俺思うのはねあのね IT の世界だけなんですよ指示表出がこんな、ね、幅利かせてるのって僕から言わせるとあの他の世界はもうちょっとよくも悪くも文脈にまみれてきているのでなんかちょっと違うんですよね,ねだから本当に申し訳ないけどこのね文章って、ね、すっごい当たり前のこと言ってるんですよ夏は暑いってことが全力で書いてある暑いです 多分今年も暑くなりますっていう。でみたいな話なんですよ。あのだからさ、なんかの、ね、あのね、この文章っていうのは、なんかこう、テンプレート批判というののテンプレートに陥っちゃってるわけ。システムより物語をと訴えるにもかかわらず、肝心の物語がね、システマティックにテンプレートが貼り付けてあるわけ。で、この問題なんだよね。でね、じゃあどうしたらいいかって話、僕ちゃんと教えます。そのための講座なんで。これね、先輩のキャラクターを掘り下げるべき。 これが唯一無二の正解だってこの先輩ちょっと魅力的じゃん。だって最初はさスーパーエンジニア人で出てきて退職する前に全てをマニュアル化して去っていくんだよ。だから超さシステマティックさ指示表指数ゴンゲのような人間のみんな思うじゃん。でも実はその先輩めっちゃすごくて実は人間力もめっちゃ高くてなんかこうさあのなんかやっぱり優れたエンジニアあるからこそねなんかこうプログラミング言語的なものの外側にあるものの価値をよく分かってたってことなんだよね。 だからこの先輩のキャラクターを掘り下げることによって、なんか伝えるってことの方が、はるかに深い内容になる、多くのことを伝えられるし、夏は暑い以上のものを伝えられるし、今、僕がさ、この文章から受け取った先僕は田中さんの文章を読んで、先輩像を再構築と今喋ったんだけど、今僕が喋ったった先輩という演じてのり方の方がさ、この文章よりもね、多くの内容を含んでると思うの、実は。あの、ここなんですよ。だから何か、 あのこうすることによってこの文章というのは一般論のテンプレートから卓越的エンジニアとは何かみたいなある種のなんかこう人物論みたいなところに飛躍できるんだよねで,でその先輩とあなたの関係ってすごい固有の体験でオリジナルじゃない嫌をなくさでそうするとこの文章って一気に生き生きとするんだよでそれをね結構ね考えてほしいんだよねあれがだから削るべきところも明らかで頭とお尻の事故の内面の葛藤はやっぱ長すぎるあのここ長すぎるんですよ であなたはやっぱり、ね、固有の体験をしっかり言語化するってことをサボってるからこうなるんですね。せっかく素晴らしい先輩に出会ってでそのことによってなんかねなんかあのなんかエンジニアとは何かみたいなこととかからもっと抽象的なねなんかねなんかこうあのシステムに覆われているものとその余剰みたいなことまで中継中抽象的なものをあなた考えたはずなんですよね。ねでもだからこそなんかすごくそのなんかあなたの固有の体験の部分っていうのをもっと大切に するとなんかもっとたくさんのボタンかけるはずなんですよなのでちょっとそこをね結構ね忘れないようにしてください実はこれね最初に紹介して良かったと思う実はこのタイプの失敗が今回すごく多いですあのなのでちょっとそれをで覚えて書いてください田中さんねもし見てたらねちぜひと,ともコメントをいただけたらと思うんですけどねまたチャレンジしてください山さんありがとうございましたぜひ参考にしていただければと思っております